はい、竹内です。こんにちは。こんばんはということで。えー、一本前にですね、日経新春杯の方もこの番外編の方で予想アップしましたけども、えー、形成杯の方も番外編で行ってみようかなと。イレブンベッドは来週までお休みという感じになります。はい、日曜日に雨が降り直ししそうなんですよね。その辺がちょっと怖いなと思うんですけど、まあそういう時に狙えるまで行ってみたいなと思っております。 で、まあ、土曜日の開催中が雨ということでね。で、予報はなんか夜に一回やんでから日曜日にまた降るみたいなね、そんな予報もありますが、曇りっていう予報もあったりするので困っちゃうんですけど、土曜朝の時点でクッション値9.9なんですが、結構ね、下がってると思うんですよね、現時点でね。なので、まあ、明日低めになっててもおかしくないかなと思います。はい。朝の段階でそこそこ高いケースでも、うん、まだその開催中に降ることになれば実質低いっていうことも可能性があるので、まあ、そこ考えてやっていこうと。 で、まずシャンパンカラーですね。はい、クッション値が低い時にこのコースでね、ドラメンテサンクの成績いいです。はい、いいですので、ちょっとまあそこでプラスだなと。で、シャンパンカラー自身も過去2 0 0 0ともにクッション値9前半でしたし、新馬戦差しでしたけどね、前走は逃げの手なので、まあ、このトースなら高ポジションから競馬できるんじゃないのかなと思いますで、このコースドラメンテサンクのクッション値低い時ですね、ほとんどあの、構想している馬が前に行っている馬たちなので、まあその点もプラス評価したいなとは思っております。 でもう1頭、シー・ビザード、はい、えっ、ー、と、まあ、ビーチパトロールの3区からですね、えー、ウィン・エタンセル、これもまあ、勝利していたりしますしね、このコースね、その時もクッション値低いと、シー・ビザードも含めてクッション値が低い時に、まあ、2頭は勝っているというところです。まあ、3区少ないので、データが少ないのは仕方ないんですけども、 で、えー、前奏ホープフルステークス馬券街でしたけどね、それ以前のクッション値が7.1、8.8、9.0と低めで構想してきている。で、日程的に前奏はちょっとまあ状況がいつもと違うズレが生まれましたけど、今回いつも通りの形に戻してますし、えー、まあ旧車的にはね、遅めの時計で合わせ先着っていう形、えー、これで狙える旧車なので、まあそこも加えて高評価だなというところですね。 でもう一頭がソウルオリエンス。はいえーまあ、前走新馬戦をですね、えー、勝利しているという馬になるわけなんですが、まあ、その新馬戦をね、少し、えー、振り返ってみるとですね、 えっとソウルオリエンスが負かしたレーベン・スティールが次走未勝利戦圧勝でそこの圧勝したレースで2着だったサルバトーレが次走2着とでそのと、えー、いうかソウルオリエンスが負かした 2M ルーイこれも次走未勝利勝利してますとでそこで勝利した時の2着のスマートアイも次走3着で交走しているので負か、まあ、した相手の、ね、新馬戦の価値は高いかなと、えーまあ十つなぎ的に考えると思いますね。はいいいででも宇都島11秒台先着中山芝ののの相性がいい、えー、のでその ととてもプラスかなと思うんですよねただそのお母さんがですねあのまあ覚えてらっしゃる方もたぶんたくさんいるんじゃないのかなと思うんですけどスきアという馬ですね、はい、スきアという馬があのこのソウルオリエンスのお母さんということに <laughs> もちろんなるんですけどあの例えばバンドギャルドとかバンドギャルドとかねはいあのあと何てーノースとかあの辺ですかねああいうところも含めてちょっとテンションが ねえ、高くなったり、ぐわってするタイプの、あのー、子供を産んでいるので、そこがちょっと不安ですよね。その、急にテンション爆発しちゃって全然力出せませんでしたっていうのは、ある程度想定して買わなきゃダメな馬なのかなとはちょっと思ったりもしています。 で、どう買おうかなーっていう、まあ、あとシルバーデュークも追加したいんですけど、もう一頭印入れちゃうとですね、9頭立て5頭だともう半分超える馬に、ね、印打っちゃうことになるので、まあ、買い目の縛りなしの番外編予想とはいえ、それはまあ、さすがにちょっと自分のポリシーには反するなーというところもありますので、まあ、4頭にしましょうと。はい。で、単勝2頭。はい。で、馬連ボックスですね。二重丸丸三角までのボックス。うん。で、そこで、 あのそうですね、えー、3トの組み合わせを抑えていることになるので、馬団だけ二重丸丸で3着にシルバーデューク、じゃ3着じゃないや、2着にシルバーデュークの形を1つ取っておこうかなと。 はい。で、三連複二等軸ですね。えー、二刀軸で相手二等っていう形。まあ、フォーメーションで書いてありますけども。で、三連単も、三連単はもう二重丸々頭の、あと四等四等で固めると、はいえー、いうような形にしてみました。まあ、えっ、ー、と、まあ、人気がちょっとどうなるかね、わかんないかったりはするんですけど、あの、えっ、ー、と、どれだ えーっと、あいつ、あいつ、あいつあのあの、あの、あいつって言っちゃダメだな、あの、ルメールさんが乗る、セブンマジシャン。はい。あれもいい馬ですからね。はい。いい馬なので、うん、うん、そうですね。あの、まあ、圧勝する可能性もあるかもしれませんけど、衝突数で動いていって、うん、どうでしょう、他の馬が1頭なんか早めにまたなんかちょこちょこ動いた時に、また釣られてかかっちゃう可能性もあるかなと思うんですよね。 はい。なので、そういう形になった時に飛んでくれるかなっていう期待も持ちつつの、えー、こんな構成にしてみました。はい。そんな感じでお届けしてまいりました。えー、YouTube で見てらっしゃる方はチャンネル登録、高評価、ポチッと、はい。えー、TikTok で見てらっしゃる方、TikTok にもね、今回アップしてますけど、えー、見てらっしゃる方もね、えー、いいねと、 えー、フォローなんかしていただけたら嬉しいなと思っております。競馬後の著者やってます。竹内です。はい。あと、ちょっとまたツイッターの方にも一回アップしてみようかな。テストアップしてみようかなと思ってます。はい。なんか、いい感じに YouTube と TikTok の中間ぐらいの使い方をなんかツイッターでなんかあの、 サブスクですか有料のサブスクに加入したらなんかできそうなので、ちょっとそれやってみようかなと、この動画で思っていたりするので、はいまたツイッターの方もなんかも見ていただければなと思っております。はい、本当、雨の状況がねどうなるかっていうところがね、明日はすごく気になるんですけど、あの雨関係ないところでいうとね、小倉の最終レースで、えー、女性ジョッキ4人揃い踏みというレースになっております。はい 古川騎手は人気薄ですよね。藤田七子騎手も人気薄。長島騎手中穴ぐらいですかね。今村騎手は人気割と上位5等には入るのかなみたいな。そんなような構図になってます。はい。でもなんか女性騎手ボックスとか売れそうですよね。うん。 あと、まあ、女性機種のど、どれかが勝つんじゃないかみたいな風に、あのー、ちょっと勘ぐってですね, <laughs> ね。ねで、そこの単勝がガーって売れると、ズが歪んで、うん、なぜか成田ローゼがなんかちょっと3番人気くらいになってたりとかね <laughs>、秋葉が5番人気ぐらいになってたりとか、なんかそんなようなことないかなと。そういうことちょっとね、あの、期待しちゃっている自分です。はい。 クイーンズコスモスとかね、その辺の人気がなんか、あれなんか美味しくすげえ美味しくなってないみたいな、そういうような可能性もあるので、ちょっと小倉12レースはね、お図じっくり見て考えた方がいいかもしれないですね。美味しい化けにありつけ、ありける可能性が結構あるんじゃないのかなと思っております。はい。まあ、そんな感じで、えー、そうですね。えー、っと、今週はもうイレブンベト愛知杯の、<laughs> うん。 アートハウスの副賞しか当たらなかったっていう悲惨な結末で終わって、で、1、えー、本前、えー、日経新秀配とこちら形勢杯の方ですね。えー、なんだえー、えー、と、何動画でしたっけ、これ。あ、番外編だ。この番外編が自分で覚えられないっていうね、番外編動画の方でお届けいたしました。ということで、また来週は対策動画とかね、追い切り動画アップする予定なので、ぜひそちらも見に来てください。竹内でした。バイバイ。